どうも、ピロミンです。今日は、楽読インストラクター選べる働き方というテーマでお送りしたいと思います。私、楽読という速読のですね、インストラクターをやらせていただいてまして、今年で3年目、愛知県一宮市に教室をね、持たせていただいています。最近ですね、この楽読、非常に、働くにはどうしたらいいのっていうお問い合わせをですね、多くいただいています。なんでかっていうと、YouTube 講演家の鴨頭義人さん、あの方もですね、この方東京の方面ですけれども、池袋のスクールのオーナー業やられてるんです。で、鴨頭さんに憧れてですね、その関係で私も楽読やりたいみたいな人が、ちゃかちゃか、うちにもお問い合わせをくださっています。なので、結構ね、質問でもいただくのに、具体的にどんな働き方があるのかというところですね。今日はざっくり3点お話をさせていただきたいと思います。まず1個目ですね。サポーターインストラクターになるという選択肢です。これ実際にですね、いろいろ勉強して楽読インストラクターになることができました。できた後、これだけだと働けないんですよ、実は。基本的に楽読って全てのインストラクターがどこかのスクールには属している形で、属せていないインストラクターは働けないという形をとってるんですね。やっぱりレッスンの品質を維持していくのって一点大事だと思うので、なって終了じゃなく、なってからも磨き続けているよ。誰かと一緒に仲間を作って一緒にやれているよっていう状態にしたさせていただいてるんですよね。なので、どっかのスクールとね、契約をして、そこのスクールで、特定の曜日だったりとか、特定の時間だけですね、ピンポイントで働きに行くというようなことがね、サポーターインストラクターです。これは、すでにも会社にお勤めの方だったりとか、子育てしながらのママさんがですね、パートタイム的に働いているというところがですね、多いかなというふうに思います。今のライフスタイルや働き方を大きく崩すことなく働き始めることができるっていうのがメリットかなと思ってます。私も最初はその働き方でしたね。というサポーターインストラクターになるというのが一つ目。で、二つ目ですね。ウェブレッスン中心での働き方というのがございます。これはですね、自宅、もちろんこれもね、どこかのスクールと、一旦契約化してくださいという話にはなるんですけれども、基本スクールには行かないで、ご自身の、ご自宅なのか、通信環境が整っている、別のスペースなのか、どこかで、パソコン持ってきて、で、そこで、パソコンと、受講生さんのご自宅のパソコンとか、そこを接続してですね、オンライン上でレッスンをするっていう働き方になってますね。子育てしながらのママさんとかが結構この働き方人気ですね。子供育てながら外出るって結構大変だったりとかするじゃないですか。そういう方にはすごくいいかなと思ってます。ピロミンもですね、自分の一宮のスクールやりながらウェブの受講生さんというのはね、多く対応させていただいてます。自宅でも子供を寝かしつけてからやれるので、非常にね、私この働き方も気に入ってます。というウェブレッスンの、ね、中心に活動するというのが2つ目の選択肢です。で、3つ目ですね。自分のスクールを持っちゃうというパターンですね。今回働き方3つの選択肢をね、お話しさせていただいていますけれども、3つのうち一番稼げるのはこれでございます。もう自分のスクールをですね、1個持った上で、そこのオーナー業、マネージャー業をやりながらスクール運営、お金を稼ぐ、受講生さんを集める、その他もろもろのスクール運営の業務もやるというやつでございます。これも集客からもう全部やってねみたいな、そんな感じではあるんですけれども、楽読って結構他のインストラクターさんのですね、やり方を見ていて、SNS での情報発信だったりとか、あと楽読って結構意外と認知されてないんですけれども、潜在的な需要は結構あるんですよね。速読、本なんて早く読めなくていいやって思っていたとしても、楽読は脳トレなので、仕事早くできるようになりたいとか、人間関係をもっと良くしたいとか、イライラするこのマインドを変えたいみたいな、そこのね、需要自体は結構あったりするですよね。なので、いろんなところにお出かけして人と会って喋ってるうちに、私も楽読やりたいみたいな、言ってあったりするんですよね。そう。なので、SNS 集客プラス、ホームページからのね、反響プラス、自分の身の回りの人が受講生さんになっていくパターンというのが結構多いですね。なので、結果、どのスクールも、そのインストラクターさんに似合った、に近い傾向の受講生さんが集まるというね、のがあって、スクール一個一個が一個のコミュニティみたいな感じになってますね。ね、ちょっと穏やか
系のインストラクターさんのところにはそういう人が集まりますし、ピロミン意外とお仕事好きなんですよね。なのでもうビジネススキル上げたいんですみたいな方がピロミンのところにはですね多く来てくださったり、でもなんか仕事で結果出すだけじゃなくてちょっと癒されたいしなみたいな、ここのねバランスが取れてる方が私のスクールには来る傾向ございますが、誰来ていただいてもピロミンちゃんと対応できますので、そこはねご安心くださいという感じかな。はい、ラクドクインストラクター選べる働き方3つ、サポーターインストラクターになる、ウェブレッスンメインで働く、スクールを持ってバリッとやってない人もいますけど、私みたいなスクールを持って活動するってね、この3つですね。この3つですね、どの働き方にも等しく言えることなんですけれども、基本的にラクドクインストラクター資格取りました、スクール開きました、終わりではないんですよね。基本的に多分これ教育系のビジネスどれでも言えることだと思うんですけれども、人につくんですよね、お客さん受講生さんが。なのでそのインストラクターの方が魅力的な人であればあるほどスクール運営はいい感じっていう感じに、なっていくかなと思います、なので自分磨きしながら働けるという点であってすごい気に入ってますかな仕事。はい、ということでピロビンでした。また何か気になるところがあればコメント欄でもね、個別メッセージでもいいので、メールアドレスなんかも載せてますので、よかったらお尋ねください。はい、私のチャンネルでは普段こういった楽読の話だったりとか、速読のノウハウ、ビジネスに扱うね、ビジネスに役立つお話なんかさせていただいてますので、よかったら引き続き覗いてみてください。それでは皆さん、また。